今日はアンパンマンのつなげてくねくねロード、走れ消防車で遊ぼうね。くねくねロードはこんな形のパーツをこうやってくっつけることでくねくねした道を作ることができるんだよね。走れ消防車の場合はこんな感じで丸くなる道を作ることができるんだよ。そしてドキンちゃん、メロンパンナちゃん、バイキンマンとホラーマンは消火栓の近くにいるね。なんか悪さをしようとしてるのかな。クリームパンダとメーケンチーズは公園にいるんだよ。そしてアンパンマンの消防署、ここには小娘マンかな、それと食パンマン、救急車と一緒にいるんだね。アンパンマンは消防車に乗ってるよ。119番のナンバープレート。そしてメーケンチーズがここにもいるね。アンパンマンは誰を追いかけるのかな。コロコロボールはアンパンマンの顔、アンパンマンがアンパンマンを追いかけるんだよね。どんな感じになるのかちょっと動かしてみようかな。このくねくねロードは平面だけじゃなくて、こうすることで立体的なくねくねロードにもなるんだよね。戦車のキャタピラーみたいな感じになるのかな。ここにこのアンパンマンの消防車を入れてみると、こんな感じで動きながら道も動いていくっていう、こんな動きになって面白いよね。ボールも一緒に入れてみようかな。アンパンマンのつなげてくねくねロード、走れ消防車、楽しかったかな。チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。